はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバー長用、続きやっていきたいと思います。でね、本日もちょっとメタルをね通りに行きたいと思います。前回この辺にいた肉食のティラノみたいのはいなくなったみたいですね。で、一応多少の重さもね耐えられるようにっていうことで、おお、やばいやばい、なんかいる、何がいた、うわ、なんだこいつ、レベル高え、大丈夫かな、これじゃなくてこうか。大丈夫だね。どこ行った、こいつか。ちょっとヒット&アウェイで普通に戦うとなんか結構強そうだからね。タイガー系ですね。大丈夫だね、まだまだいける。結構もう弱ってきてんな。結構強いかこのパラちゃん。お、死んだっぽいんじゃない、死んだっぽいんじゃない。これ何、これ、なんか強いね。 OK、 じゃあ予定通り、メタルをね取りに行きましょう。結構怖いな、見たことない敵が出てきますね。おー、入る入る入る。あれ、こっちの方が良かったんだっけ、違うね、こっちだね。メタル素材、多分この辺がそうかな。やばい、もうもしかしたらダメかも。これ以上持つとまた飛べなくなっちゃうじゃん。おお、もう飛べない、頼むわ、マジですか。石をドロップアイテム、これどうですか。あ、動いたわ。結構きついですね、石材が。なんかいる、あそこに。意外とこいつ強いってのは分かったから、なんかレベル上がったぞ。倒した、死骸どこ行った、こいつは。やたらやってられちゃっちゃな。空中戦だぜ。
うわ、なんかいっぱいいる。そういう時はこう逃げ込もう。味方がやってくれるからね。オッケー。固まった、大丈夫。でパラちゃんの中身を軽くしておいて、いいよね。で自分はメタルを置いて、うん、あ、火消しちゃった。お肉を取って、いらないかな、なんか。うん。これでいいんじゃないですかね。でもう一回行きますかね。パラちゃんどこ行った？大丈夫かな？石材料をあげたいですね。いいですね。メタルがじゃんじゃか入るようになりましたね。コメントいただきましてどうもありがとうございます。おかげさまでメタルの採掘量がぐっと上がった。あの鳥取りたいけどな。おそらくパラちゃんよりね、さっき飛んでた鳥の方がもっと積載が多いんじゃないかな、そして強いんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。メタル石ないな。これはなんかちょっと違うよ。木はいいや。やべえ、肉食いた。パラちゃんどこだ。肉食がいたわ。やべ、これ乗れない。パラちゃんに乗れないな。どうしよう。乗れないんですけど。早速動けませんね。でちょっと石をまた捨てて、これで動けるんじゃないですか。うわ、やってるやってる。
暑いんじゃない？どういった？急降下して攻撃。結構いけんじゃんこれ。顔の方は危ないからいいんじゃない？鉄の方を狙ってね。ヒットアンダーウェイで大丈夫大丈夫。攻撃受けてない。どこ行った？逃げてるね。逃がさないよ。やばいやばいやばい。ちょっと下ったね。ちょっと下ってる。頭の方を狙っちゃダメだな。棒的な攻撃してるけど、あーやべやべやべ、あやべやべやべ、あやべやべ、頼む頼む頼む、飛んでくれ。危ねえ、死にかけてる。うまく飛べなくなっちゃった。重い？なんか重いの持ってる。これ捨てようか。やべ、はまった。なんかうまく飛べなくなった。よしよしよし、飛べた飛べた。スタミナがないのか。スタミナを回復するのに一回止まんなきゃダメかな。孤立に仕掛けてるけど、こいつも弱ってるからね。やばい、こっちも弱ってた。こっちも弱ってた。もう飛べなくなってる。頼む、飛んでくれ。やべ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 。しょうがない、攻撃仕掛けよう。やべ、飛べ、飛んでくれ飛んでくれ。死んでしまう死んでしまう。やべ、他のにもやられてる。あやべ、これ死ぬわ死ぬわ。死んだわ。マジかよ、パラちゃん死んじゃったよ。これ自分がもうやばいんじゃないか。あ、自分が死んだ。くそ仕掛けすぎたわ。どこだよ今の。どこだっけ、ここだよな確か。やられたわ。しかもここへ来てる、なんか変なやつが。
べえ、どこで死んだ？こんな上じゃないよな。パラちゃんの慣れの果て。で、自分はどこ行った？もっと下行ったよね。やべ、どこ？れ、自分がいない。マジ？どこだよ。マジかよ。死ぬわ。頼む、中に入れさせてくれ。わあ、死んだ。くそー。ちょっと仕掛けすぎちゃったな。マジかよ。これすぐに復活できないんですよね。あ、しかも固まった。やばい、固まったっぽい。あ、大丈夫だ、復活した。かよ。これちょっともう復活は無理じゃないか。やり直しになっちゃうかもな。自分の死体が分かんなかったもんね、どこに行ったか。いやー、パラちゃん失ったのは大きいわ。どうしよう。自分のね、荷物だけでも取り返したいんですけど。どこだかわかんないな。マップに表示されるといいんだけどな。ちょっと甘く見くびった。あった。パラちゃんのあれしかなかった。あ、違うね、これは敵だ。どこ行っちゃったんだろう。死骸だらけなんですけど。なんと、自分の死体がこんなとこに、こんなとこに。他は取れないのか。これはもういいや。これはいいや。
自分のあれはないですか。参ったな。古い斧とか持ってなかったかな。オーナー持ってないっすね。斧はないか。斧を作るのに何が足んない。石がないかな。おのおのおの、このあと何が足んない。藁と火打ち石、藁と火打ち石、火打ち石ないわ。そんなもん参ったな。参りましたね、まことに。あ、しかももうなくなっちゃった。お肉取ろうと思ったのに、お肉取ろうと思ったのに。自分の死骸はどこですか。あったあった。すべてのアイテム移せたの、これで。こんなとこにいたとは。これは作れるクラフトって意味かな。あ、よかったわ、見つけた。重くてあれだけど。よかった。あとじゃあパラちゃんを復活させるだけですね。大変なことになってしまいました、久々に。久々に大変なことになっちゃいましたね。いやー、でも見つかってよかったわ。ということで装備をここに戻します。これ予備だからね。
鉄の吊り橋とかはとりあえずあれにして、石じゃないな、あれ麻酔やってどっか、あ、こっちか。いやー、いいですね。大丈夫大丈夫。いやー、参ったわ、危なかったわー。マジ危なかったですね。で、レベルが上げられるみたいなんで、レベルだけ上げて終わりにしようかな。いやー、パラちゃん、お亡くなりになってしまいました。上のもう一つのね、変な鳥みたいなやつ、あいつをなんとかしたいなと思うんですけどね。ここって何入んのかな。で、何あげますかね。石材あげてもな、今度あれだから、ヘルス。久々にヘルス上げますか。250ぐらいになるまで。スタミナ。移動速度っていうのも結構大事になってきたかなって気もするんだよな。まあちょっと迷うとこですね。接近戦も必要だけど。どうしようかな、ちょっと悩みますね。レベル今度いくつになるんだ。レベル40になるんですね。移動速度上げてみるか。どのぐらいあるのかな。あ、2%だった。40になって作れるのが増えたんじゃないのかな。この辺ですか。金属系が作れるようになったのかな。やっぱいよいよ金属系のいろんなものを。あ、マンモス。サドル作れるじゃないですか。うわ、マンモスできるって。あ、これ作ろう。これ取ろう。あれ、マンモスのサドルってどこで作るんですかね。ここ？これだ。メタルインゴットはある。繊維と革。あと繊維と革だ。なんとかなりそうですね。繊維と革だったら。お、作れるようになった。マジですか。ちょっと今回長いですね。申し訳ないです。長いですね。これマンモス、ちょっとマンモス、ちょっとさ、乗ろうよ、せっかくだから。あ、なんかすんげえ重くなっちゃってんだけど。まあいいや。マンモスを。マンモスのサドルを作れば、おそらく大丈夫でしょできた。おほほほほ。乗りましたよ、マンモス。全然進めないけど邪魔で。はい、ということでね、今回はいろんなことがありました。まあ最終的にね、
マンモスの上に乗れたのは良かったんじゃないでしょうかね。はい。ということで、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。